はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、日常から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あれから2日です。何からって感じなんですけどもね、まあその歯医者をね、そのこの前歯医者で治療をしてから2日でございます。まあ、いきなりね、2日ですって言われてもね、わけわかりませんからね。まあ、そうなんですよ。そのね、まあ、先週の木曜日に、の晩にね、その歯磨きをしている時にですね、もう銀歯が取れてね、大変やったんですよ。ほんでね、それをね、いち早くね、こう伝えようと、連絡しようとね、その病院にね、連絡しようとしてね、まあ、いつもその行ってるその病院の歯医者にね、その歯科口腔外科にですよ、電話をしてですね、銀歯が抜けてしまって、取れてしまって大変なんですってね、まあ、とりあえずね、その必死さをアピールしてですね、まあ、そしたらね、そのやはりその突然の電話ですので、まあ、予約の状況もね、確認せなあきませんのでということでですね、まあ、今すぐお返事はできないということで、まあ、折り返しね、連絡させていただきますということでね、病院側からそのように伝えられて、まあ、なんとかね、その折り電もあってですね、でまあ、その日の翌日、まあ、土曜日なんですけどもね、まあ、木曜日に歯が取れて、金曜日に連絡して、土曜日の、予約外なんですけども、診察してもらうことができました。まあ、なるべくね、その早い時間に行ってね、そのまあ1時間半というね、比較的短めなね、待ち時間を経てね、なんとかようやく治療をね、してもらいました。まあ、治療はしてもらえたんですけども、まあ、結果的にはね、まあ、応急処置程度しかね、してもらえなかったんですけどもね、まあ、でも処置する前と比べるとですね、まあ、さすが歯医者さんやなということでね、今は以前よりね、快適にね、過ごせております。まあ、銀歯はね、もちろんのことですけどね、まあ、もちろんのことなんですけどもね、銀歯をちゃんと治療してもらえたんですが、まあ、先ほどお伝えした通りですね、まあ、応急処置ということで、なんですけどもね、まあ、しかしこれがですね、なぜ応急処置程度しかできなかったかと申し上げますとですね、その、取れた銀歯ね、あるでしょ、僕、ポロッと取れた銀歯ね、その銀歯の土台となっていた、もともと僕の、歯がですね、その虫歯になっていて、まあ、土台がね、割れてしまってたんですよ。まあ、その銀歯を乗せてもね、その土台に銀歯を乗せても、うまく土台にはまらない状態やったので、まあ、修復不可能とね、決断されまして、ちゃうわ、診断されまして、まあ、結局その割れてる土台であるね、もともと僕の歯をね、こう埋めてしまおうという感じでですね、上からその割れてる歯をその上からコーティングというかカバーですね、あるじゃないですか、虫歯を削った時にできる穴あるでしょ、それを埋めるその粘土的なね、そのセメント的なやつあるじゃないですか、あれでコーティングというかカバーをしてもらって、その割れてね、その割れてしまって鋭くなっている部分とかがあるんですけども、でかけてね、ギザギザになっている部分がねあるんですけどもね、そこをね一応滑らかにしてもらいました。まあ、そのせいでというか、まあ、そのカバーをしていただいた部分にはですね、もちろんですけども、その銀歯乗っていませんのでね、まあ、乗せれてませんので、そのせいでね、その部分ね、抜けた部分、まあ、埋め込んだ部分と、その前後にある両側の歯とのね、こう高さがね違うわけですよ。前の歯、後ろの歯で抜けた歯、銀歯が取れた歯っていうのがあるんですけど、ここがこう、わかります、なんかこんな風にへこんでる状態になってるんですよ。でもこれまではね、その銀歯を乗せてる状態で前後の歯と高さを合わせていただいてましたので、まあ、もらっているとか高さが一緒の状態やったので何の違和感もなかったんですけども、今はね、その銀歯がないのでへこんでる状態なんですよね。なので、その前後の歯でね、そのベロを噛んでしまうわけなんですよ。もうね、歯がないことでね、こんなことが起こってしまうなんてね、もう思ってなかったんでね、
まあその歯が欠けててね、この鋭いところとかのギザ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 割れてね、ギザギザしているところっていうのはね、ベロが当たるとすぐに反応して、その医者さんに反応することができますけども、まあ今の状態ではですね、その銀歯が取られて修復してもらっているところっていうのは、まあ滑らかになってるわけなんで、そこに当たってもね、ベロが当たってもね、痛くも痒くもなんともないんですけども、ただそのもぐもぐするときにね、まあ普通にもぐもぐしてしまうとですね、その油断したらね、その前後の歯と、この上の歯あるでしょ、上の歯でベロをね挟んでしまうんですよ。この隙間っていうかな、そのくぼんでるところに、へこんでるところにベロがひょいって入ってしまって、でさらにこのね前後のところにベロが乗っかってしまって、何かしらに乗っかってしまって、で上からプレスされることによって痛いんですよ、歯ね、挟まれてね。だからね、なんか肩抜きされてるような感じになるんですよ、ベロがね。もうね、困ってます。まあでもね、ただね、そのギザギザしてるところとか鋭いところっていうところでね、まあ切り刻まれるような感じになるよりマシかなと思ってるんです。でもそれの状態だったらね、ベロ以外じゃなくても、そのほっぺたの内側もね、あのなんか切り刻まれる感があって、血まみれになることがあるんですよ。もうそう考えたらすごい怖いんですけどね。まあどっちにしろね、どう考えてもね、その痛さというのはね、感じてしまいますので、そのね、ギザギザで刻まれ、いや、じゃあギザギザでするというところが、口の中のね、ところに当たって、痛いっていう思いと、そのね、歯がプレスされてしま、ベロがプレスされてしまって、なんか肩抜きされるようなイメージになってしまうと、まあ、どっちも痛いんですけども、そのマシかマシじゃないかって言われたら、どっちもマシではないんですよね。もうね、治療したのにですよ、というかもう応急処置してもらったのにね、また別の痛さがね生まれてしまってますので、もうええんか悪いんかね、ほんまに分かりませんわ。もうね、こうおつつけがたいとでもね言っておきましょうかね。ほんでね、そのまあ今、まあ、今回はその銀歯だけの応急処置ではなくてですね、銀歯は右下の奥歯なんですけども、左下の奥歯も実はね、虫歯になっておりまして、もういつも見てくれてる方やったらね、知ってると思うんですけども、もう左奥歯なんかずーっと虫歯で悩んでて、その治療も繰り返してるんです。で、しかもね、その左奥歯っていうのはね、大きな歯なのでね、虫歯もそれなりにね、進行してしまってましてですね、もうすごくひどい状況になっておるんですわ、虫歯がね。そしてね、その左奥歯の虫歯っていうのは現在治療中なんですけども、その治療中というのはその治療途中でして、虫歯をこう削ってね、ドリルでガーッと削って、その穴にですね消毒液を詰め込んで蓋をするということを通院のたびにね毎回してるんですけども、今僕の口の中はね、その他にもですねまだまだたくさんの虫歯がありますので、その左下の奥歯の消毒液を詰めて蓋をして一時停止している間に他の虫歯の治療に当たっているんですよ。で、まさにその途中で、最中で銀歯がね、あの運悪くポロッと取れてしまったわけですよ。で、ほんでね、その一時停止している左奥歯の消毒液をね、詰めてね、蓋をしている、その蓋が、毎日のね、この歯磨きシャカシャカシャカと歯磨きしてるせいでね、取れてしまっててね、そのぽっかり穴が開いている状態やったんですよ。これはね、もう何回もあることなんで、もうね、慣れて、ちゃってるんですけども、ダメなんですよ、慣れてはダメなんですけどね。なんかこう、僕の歯磨きが強すぎるんか、いや、そんなに強くはしてないんですけども、なんかね、この相性なんですかね、僕の左の奥がだけね、その、あのね、蓋が開いてしまうというか、まあ削れていってしまうんですよ。なのでね、今回もね、そのついでにね、その穴を埋めてもらえないかとね、わがままを言ったらですね、心よく OK してくれまして、無事に埋めてもらいました。まあ今回埋まれてもらったのはね、ほんまにしっかりしてるやつなんです。でね、今回はしっかりしてるやつなんですけども、今回はね、そのまあいつも担当してる先生がいなかったので、別の先生にピンチヒッターとしてやってもらったんですよ。で、その別の先生にやってもらったっていうのは、前回もその担当の先生がいなかったことがあって、その時も、しっかりした蓋をしてもらったんです。で、今回もしっかりした蓋をやってもらったんですよ。だから、先生じゃない他の先生にやってもらった時の蓋ってのは頑丈やったんです。今回も頑丈やったんです。しかし、いつもの担当の先生がに蓋をしまうと、なぜか頑丈じゃない蓋をされるんですよね。
だから歯磨きをするたびに取れるんですよ。削れていってくれるんですわ。行ってくれるんですよ。じゃあ、いや、行ってしまうんですわ。だからね、その毎日の食事でね、まあ、このね、左下奥歯にね、開いた穴にね、食べ物がもう詰まってしまってですね、ほんまに大変やったんです。まあまあ、ね、食事といってもまあ流動食なんですけどもね、まあ、流動食もそのサラサラのね液体にねこうすりつぶせればいいんですけども、ほんまにその液体にすることができたらいいんですけども、まあ、そこまでのね食材をすりつぶせるその道具とか技術がなくてですね、僕にはなくてですね、せいぜいできてもペースト状なんですよ、ドロッとしたやつね。それにいくら水を混ぜてもそんなサラサラにならないんです。で、水混ぜすぎたらね薄まってね美味しくないんでね。でもね、そんな状態でもやっぱりどこまで頑張ってやってもあのね歯のね隙間に詰まるんですわ。まあそれはね切っても切れない物理的要因なのでねしゃあないんですけども、まあ、頑張ってね歯磨きをしてね取り除いております。そうなった場合にはね。なのでね、そんな今はねこの歯の状況にこっちもなんですけどもね、その状況にね気をそらされてますので、なぜかこのメインじゃないや、最近ねあの浮上してきた、この僕の中で浮上してきてしまった左足のね帯状疱疹後神経痛がね薄れてきてる気がするんですよね。まあでもしかしね、そのまだ左足のつま先にはねしびれが残ってますので、まあ、そちらがまた気になるんですけどもね。でもまあ今回はねとりあえず歯の応急処置をしてもらえたということで、まあ良かったですわ。まあね、それが原因でね、また新しい、その、なんていうんですか、悩みっていうのが出てきてるんですけどもね、その舌を噛んでしまうっていうね、まあただ噛むだけじゃなくて、噛んだ時にその傾きされるような感じで噛まれるので、噛まれる、自分が噛むんですけど、噛んでしまうので、すごいね、やっぱりね、痛いっていうね、ことがね、新しくね、生まれてしまいました。まあそんなこともありながらですね、次の課題はね、その右下奥歯をなんとかすることですね。とりあえずこっちの右下奥歯を何度かしてもらって、左奥歯の治療が進んでいくんかなと思います。それかこちらは一時停止して、まず他のね、虫歯をねあの補修じゃん修復、治療や治療をねしてもらえるんかと思ってます。でもね、まあ、そんな中でもね、そのね、先日、まあ、以前にもお伝えします、その、粘液嚢胞っていうね、僕の粘液嚢胞っていうのが出てきてしまったんですけどもね、まあ、粘液嚢胞っていうのは、唾液腺ってね、口の中にあるんですけども、まあ、僕はちょうどベロの下の唾液腺にできてしまったんですけどもね、その唾液腺っていうのはね、パイプ状になってて、そのパイプの中に唾液が通ってるんですよ。で、そのパイプがね、パイプ漏れ、どっかが、ね、破れてね、パイプ漏れを起こしてしまって、パイプから唾液がフィャーってこう、ね、漏れ出してる状態で起こる病気なんです。で、そのパイプが漏れ出した唾液っていうのが、そのね、パイプがあって、他のね、周りのね、繊維、細胞や細胞にね、こうはみ出していって、にじみ出ていって、で、その細胞が膨れ上がって、袋状になって、その袋に、ね、唾液が溜まってしまってますよっていう病気なんです。で、それをね、切除せなあかんっていう、のも、僕の中、その今後の治療の過程で、あるんですよ。なので、右下奥歯の銀歯をどうするかっていうのと、それか、まあ、さっき粘液嚢胞の、ね、水ぶくれみたいな膨らみを切除してしまうのかっていうふうな、ね、課題がね、2つね、上がってきてしまいました。まあ、それもこれもね、今度の歯医者でね、何とかなる、何とかしていく、その順番をね、決めていくと思いますので、まあね、ちょうど来週のね、になりますので、まあ今の状態をね、維持してね、何もないことをね、願います。ということで今回はですね、抜けた銀歯の土台のガタガタしているところをね、カバーしてもらいましたけども、高さが足りなくて凹んでるから、上下の歯でね、噛んでしまいやすくなって、ベロが傾きされてしまう、というお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。